私たちが日々生活する中で交通手段として欠かせないのが電車やバス、車に自転車、通勤や通学、買い物、レジャーなどの目的で移動する際に利用しますよね。そういった交通手段が集まる場所が市内にはたくさんあります。見てください、とっても綺麗に整備されたこちらの場所は JR 長森駅の北口です。先月北口に交通広場がオープンしたばかりなんです。大勢の人たちが毎日利用するこの JR 長森駅、どのように生まれ変わったのでしょうか。今回のあなたの街から岐阜市は JR 長森駅北口交通広場をご紹介します。長森駅は岐阜市の南東部に位置し、1920年に岐阜駅各務原駅間開通と同時に開業しました。 JR 長森駅北口周辺は田んぼが広がり、少し足を伸ばすと住宅地となっていて、近郊には2つの高校があります。1日およそ1500人の地域の方が通勤や通学のために利用しています。その JR 長森駅北口が先月新しく生まれ変わりました。どうぞ。ありがとうございます。 JR 長森駅北口交通広場がこういういろんな声を地域からも寄せていただいたおかげで、岐阜市議会の皆さんにもご理解をいただき、共にこの地域発展のために JR 長森駅の整備をすることができたわけでございます。ここからは住民の皆様のご利用が大変重要でございますので、ぜひ多くの地域の皆様方にこの JR 長森駅をご利用いただき、また交通結節線としてコミュニティバスも含め様々な形でこの場所を皆さんに使っていただいて、さらに地域の核として生かしていただければありがたいというふうに思います。新しくなったということですが、どのような点が変わったんですか。はい、今回4月20日に新しく北口交通広場がオープンしました。広場にはロータリーを設け、駅利用者が安全に乗降できるコミュニティバスやタクシー、一般車の乗降場や駐輪場の整備を行い、混雑の解消や駅への安全なアクセスを確保しました。またコミュニティバスやタクシー等の乗降場にはシェルターを設置し、雨の日も濡れずに乗降ができるよう便利で快適になりました。これまでコミュニティバスは乗り入れできなかったので、今回の整備に合わせ地域の皆様と協議し、ルートを延伸することにより乗り入れできるようになりました。一番この場所を利用するのは地域の方だと思います。この広場は地域の方の悲願から生まれたんですよね。そういった地域の皆様の思いを取り入れていただけるのは嬉しいですね。ありがとうございます。今日は地域の皆さんの思いを受けて交通広場の整備にご尽力をいただいた長森北自治会連合会の平久会長をお呼びしましたので、ぜひ話を聞いてみてください。はい、わかりました。こちらの交通広場を整備する上で、はい、地域の思いがあったとお聞きしておりますが、はい、もともと抱えていた課題、はい、そしてどんな願いがあったんでしょうか。はい、長森北には連合会が4つございまして、長森南、長森東、長森西、そして長森北と、そんなことで、代表としてですね、今日はお話をさせていただきたいと思います。これまで長森北は非常に便利な駅なんですけれども、実はその駐輪場がこう狭くて、混雑をするとか、道路の道幅がですね狭くて、そのコミュニティバスをこう入れようとしてたんですけども、それができなかったということ、あるいはトイレがですねないというようなことなので、そんなことをですねぜひ改善をしていただきたいということでお願いをしてきたところです。地域の方々のたくさんの思いが叶って、はい、交通広場ができたということですよね。はいはい、先月は地域が主催する式典も行われまして、新たなスタートとなりましたが、お披露目された時ってどんなお気持ちでしたか。そうですね、
長森、その先ほど言いました連合会と、はい、それから、北長森のコミュニティバスと運営協議会、それから、南長森の同じコミュニティバスと運営協議会の地域の主催でですね、そのオープニング式典を開催をさせていただきました。当日はですね、岐阜市長さんはじめ大変多くの大臣の方においでいただきました。また地域の皆さんにもたくさんおいでいただきましてですね、地域の主催行事としまして、岐阜東幼稚園の園児20名の歌と踊りの披露がございましたし、それから富田学園の吹奏楽部の演奏がございましてね、大変盛り上げていただきました。で、まあ、こうしてですね、盛大に催すことができましたことをですね、嬉しく思っておりますし、それからもう一つはコミュニティバスがね、このところにこう入ることができるようになりまして、大変こう利便性が、利用者にとっては利便性が高まったということで、地域としましては長年の夢がですね、実現をしまして、大変嬉しく思っておるところでございます。本当にありがたく思っております。今後どのように活用していきたいですか？ですね、実はこの地域にはですね、有名な史跡とか神社があるんですよね。そんなことをところにですね、ぜひこのコミュニティバスを使って、巡っていただきたいなと思います。あるいはまた、この広場を活用してですね、地域の、行事として、いろんなことを考えていきたいと、そんなふうに考えております。駐車場をですね、ぜひ整備をしていただきたい。ここまで車で来て、そして電車に乗るということで、パーク&ライド、ライドというようなことでね、やっていただくことができたらなと、そんなふうにお願いしたいと思っております。たくさんの方に利用していただいて、はい、地域の魅力に触れてもらえると嬉しいですよね。はいはいはい、本当にそうですね、嬉しいですね。はい、多くの人の思いで生まれた交通広場、整備されたことで、さまざまな交通手段によって安全でスムーズに駅へのアクセスが可能となりました。その手段の一つに、岐阜市が力を入れているコミュニティバスがあります。今回の交通広場整備に合わせ、ルートをこの広場まで延伸、新しくバス停も新設され、乗り入れがスタートしました。ということで、新設されたバス停から富田学園にコミュニティバスに乗って行ってきたいと思います。今回利用したコミュニティバス、長森ふれあいバスは、岐阜県総合医療センターを中心に、長森北、長森西、長森東、3地区を運行しています。1回の乗車で中学生以上が100円、小学生50円、1日乗車券なら中学生以上200円、小学生100円でいろいろな場所に行くことができます。ありがとうございました。はい、お、富田学園前に着きました。だいたい5分くらいでしたね。早かったです。それでは早速学生の方にお話を聞いてみましょう。JR 長森駅が整備されてバス停も増えましたけど、どんな印象ですか？僕はたまに遊びで使ったりしているので、とても使いやすくなっていい印象を持ってます。整備されてよかったなと思うところってどんなところですか？ここからだと歩いていくのに時間かかるので、バスが整備されてとても行きやすくなって嬉しいです。どれぐらいの頻度で利用されてますか？自分は通学に使っているので週5日ぐらいですね。今回長森駅整備されたんですけれども、印象はどうですか？今まではもう全面畑だったんですけど、整備されて毎日いい気持ちで使えています。利用してよかったなと思う点はどういうところでしょう？
道が畑の時は狭かったんですけど広くなったので歩きやすいですね。駐輪場が、できたのでそこに自転車などを止めやすくなりました。雨や雪の日なのに使うのですごく嬉しいです。もっとみんなに使ってほしいのでそういうのを行っていきたいなと思っています。やっぱりバスができたことによってやっぱ便利になるんでそこが一番嬉しいなと思いました。やっぱ自分が部活動とかでやっぱきついと思った時とかやっぱ夏とかこれからどんどん暑くなるんでそれがもう夏教室に着いたら部活かっていうぐらい汗をかいちゃう時があるのでやっぱそういう時に利用したいなと思ってます。長森駅に戻ってきました。学生の方も喜んでましたよ。ありがとうございます。皆さんに喜んでもらえるのが嬉しいですね。学生の方にはこちらも喜んでいただける点かと思います。駐輪場も広いですね。こちらも新しく整備しました。もともと150台を収容することができたのですが多くの利用者の方がいて手狭になっていましたので2倍の300台が収容できる駐輪場にしました。これは嬉しいですね。駅まで自転車で来てそこから電車やバスを利用する人も多いですもんね。はい、ぜひ多くの方に利用していただきたいですね。その他にはどのような点が新しくなったんですか？はい、広場の整備に合わせてアクセス道路の整備を行いました。 JR 長森駅へ南北に接続する市道について一部区間は幅が狭く歩行者や自転車と車がすれ違いできる状況ではありませんでした。そこで長森駅のアクセス道路として皆さんが安全に通行できるよう約170メートルの区間について拡幅整備を行うとともに路肩のカラー化を行い車と歩行者が安全に通行できるようになりました。さらに駅の南口も昨年9月に新しく整備されました。整備前の南口は舗装がされておらず雑然とした雰囲気がありましたがアスファルト舗装を行い長森南地区のコミュニティバス南バスの乗り入れや車での送迎ができるようになりました。より安全に快適に利用できるようにいろいろと整備されたんですね。そうですね。それでは最後に新しくなった JR 長森駅ですが今後どのように活用してもらいたいですか？ JR 長森駅は岐阜駅まで1駅でわずか4分の距離にある立地のいい駅です。こうしたポテンシャルを生かすとともに地域の方々がこの新しく生まれ変わった JR 長森駅を地区の玄関口としてこれまで以上にご利用いただけるようまちづくりにつなげていきたいと考えています。新しくなった JR 長森駅これからどんどん利用する人が増えていきそうですね。では岐阜駅まですぐということですので私も電車を利用して帰りたいと思います。それでは最後に今月の岐阜スタギャラリーです。